本日ですね、他会場の方で機材のトラブルがありございまして、踊りの方を披露できなかったチーム6チームございます。はい、ということですので、今日ここに会場に集まって来られた方にはですね、スペシャルな感じですね。そうですね。はい、もう一度披露の方を、ありがとうございます。盛大な拍手ありがとうございます。ありがとうございます。で、ちょっと6チームご紹介だけしておきましょうか。はい、まず最初は、京都産業大学学生寮チーム結びの神さん、はい、そして、夢色かるたさん、そして共演袖触れ花風師の皆さんで、大阪大学お祭りダンスサークルマダニの皆さん、そして、関西大学学生チーム関前の皆さん、そして同志社大学よさこいサークルよさろうの皆さん、その6チーム早速ご紹介させていただきましょう。まず最初は京都産業大学学生寮チーム結びの神の皆さんです。それではよろしくお願いします。本日は京都桜よさこいを開催いただきありがとうございます。結びの神です。私たちは本場高知のよさこいを練習しています。本場高知のよさこいは鳴子を持って踊ることと隊列美が特徴です。そのため一人一人が揃えようという意識を持って踊ることがとても大切で、この練習に長い時間を費やしてきました。今年のテーマはジャズってシュビルバです。この作品は京都桜よさこいで集大成となります。一生懸命踊りますので最後までご覧ください。よろしくお願いします。